おはようございます。岩田隆彦です。12月5日の米国市場が引けました。ニューヨークダウはですね、昨日は低調でした。マイナス240落としてるんで、まあしょうがないね。私の持ち株も減らしました。だけどまあ傾向は見て取れるんで、こういうことかというふうに思って、まあ今日の相場、考えたいと思います。それで、持ち株はですね、上がったとこだけ拾ってみると、マイクロソフト、久しぶり、一番上げました。まあ、特に材料はないです。が、やっぱこういう時になると強いところはちゃんと出てくるなと思ったんですけど、442ですね。でプラス5です。あとはね、ちょろちょろちょろと上がっているところはですね、ここライジですね。P&G が176で1と、ウォルマート95で1。どっかな。それから、フィリップモリス132で2。そして、JP モルガン。245で2、PNC 208で1。割と金融系が昨日は良かったね。マスターですね。524.3。それからエネルギー。エクイノール24で1とシェブロン159.1ですね。シェブロン以上です。あとニーサで持ってるシティ銀行さん72で1、ちょっとのことですけど、ということです。トータル額、総額は私の総額減らしました。130、これ嘘やね。間違った。減らしました。これ昨日の数字そのまま残ってるわね。あかんが。まあいいや、このままいきます。ごめんね。間違ってました。17,394 ですね。で、あと、配当金401。になります。17,394だったよな。ベースはこれね、楽天の PDF を元に拾ってるんで、全くね。ということです。どうなんかな。まあ、レンジだよね。今日は悪いね。じゃあ、失礼します。